い、東京です。今から小笠原行きます。小笠原諸島があるのは日本のここです。え、そこ日本なのって思うでしょ。日本なんですよ。でもここまで来るともうアジアじゃなくてね、オセアニアなんですよ。だから住んでる生き物も全然違うし、本土とは全く違う異質な世界です。で、日本の国内でね、異質な場所っていうとね、北海道とか沖縄を思い浮かべると思うんですけども、この小笠原はね、北海道でも沖縄でもない第三の異世界なんですよね。そんなの気になりますよね。で、その小笠原はね、父島と母島があるんですけども、父島の方が栄えてて、父島に村役場もあります。で、空港はなくてね、アクセスは船のみで週1便しかありません。本数がめちゃくちゃ少ないです。で、しかも都心から父島まで丸1日24時間かかります。しかも行ったら6日間帰れません。これほとんどの人行けないですよね。めちゃくちゃハードル高いですよね。しかもなぜか東京都です。いや、これは死ぬまでに1回は行きたいですよね。ってことで行くことにしました。はい、ってことでこの小笠原丸に乗って行きます。結構でかい船ですよね。ちっちゃい船だったらね、船酔いが心配なんですけども、まあ、でかいからまあ大丈夫かなと思って乗り込んでます。はい、で、今回乗るのはこれ二等寝台です。約3万円、インターネットで予約したらだいたい3万円ぐらいですね。で、一応こういうベッドみたいになっててね、で、カーテンを閉めると、まあ、半個室というか一応プライベートは保たれる感じですね。一応これよりもうちょっと安いプライベートが保たれないお部屋もあります。小笠原はね、1位がいっぱいあります。まずこれ海開き、1月1日から海泳げるんですよ。だから海閉めないんだな通体というってことですね。すごいな。で、固有種が 94%。 そう、オセアニアですからね。まあオセアニアだからかどうか分かんないけどね。で、東京から東京24時間。そう、小笠原は東京都なのでね、同じ東京都内なのに船で24時間かかります。うーん、味わい深い立地だね。で、あとクジラがねめっちゃいるんですよね、捕鯨ね。で、あとね、父島、母島、兄島、妹島とかね、こういう、ね、家族の名前の島がたくさんあります。で、この船ね、小笠原っていう、まあ、秘境に行くから、レストランとかちゃんとご飯とか食べれるのかなって思いません？結構しっかりしたレストランがあってね、まあ、お昼は11時15分から開きます。10時から搭乗開始なのでね、乗ってからレストラン開くまで若干時間があるんですけども、もうこんなねスイーツもあるし、アップルパイもあるし、あと和定食、洋定食とかあってね、なんかこれだけしかないような気しますね。小笠原丸の船の中の食事ってね、けどこれプラスまだまだいっぱいあるんですよ。そう、ステーキとかね、カレーライスはまあ船定番ですけども、あと唐揚げとかオムライス、マグロのとろろ丼とかハンバーグもあるし、結構ねこの船24時間乗るんですけども、もう飽きないレベルの数のラインナップがあるんですよね。はい、しばらくすると出航しました。24時間の旅の始まりです。なかなかこの角度から東京の街見ることないですよね。高層ビル観光し放題です。で、これ船内の案内図なんですけども、もうサンフラワーとか阪急フェリーと同じぐらいの規模の船だと思いましたよ。ただシャワーはあるけど湯船はないです。で、これレストランはこんな感じ。今からご飯食べます。唐揚げ、若鶏の唐揚げセットで、はい、セットで。そう、ここのレストランね、スイカ払いできるんですよ。ネットがつながらない時間が長いのに、なんでできるんでしょうね。で、今日のご飯は、お昼ご飯は唐揚げです。で、タルタルソースだと思ったらシーザーサラダでね、ってなってるんですけど、まあまあまあいいです。で、揺れなんですけども、ちょっと揺れてる感じ、ちょっとフラーフラーって感じ。でも酔い止め飲んだからね大丈夫、まあ、伝わらないと思うけどね、ちょっとね、おーって感じ、ちょっと右に今よろけてます。で、こう歩いてて、ちょっと右、左から左にちょっとグーって感じ、まあ、これぐらいかな。これは全然酔わないでしょ、これだけだったらね。でもだんだんしんどくなってきてね、まあ地獄の苦しみまではいかないんですけども、そのだいぶ手前ぐらいの苦しみではあるんですけども、結構しんどかったです。こうやってね、寝転んでます。でも寝転んだらまあ全然大丈夫でしたね。で、2時間後、チキチキチキチタン。
はい、ちょっと病み上がりな顔してますけども、3時半です。もう夕方ぐらいまで寝てました。で、結構進んだかなと思って地図見たら全然進んでないんですよね。と思って、でもまあ今三宅島のすぐ近くなんですけども、この辺りだと電波が入るってことだったのでね、ちょっと外に出てみることにしました。で、出てみたらね、ちゃんと電波入りましたよ。で、また3時間ぐらい寝てね、6時になったんですけども、もう外は夜です。で、八丈島の近くを航行中でね、八丈島の近くでもネットが入るってことだったんですけども、少しソフトバンクだからかわかんないですけど、ネットつながりませんでした。で、晩ご飯はタラのチーズカツレツを頼みました。これもね、めちゃくちゃ美味しかったですよ。で、タラって小笠原で有名なのかな、まあ知らんけど。で、外にね、こういう場所があってね、寝転べるんですよね。夜風に吹かれながらちょっと寝転ぼうと思って寝きました。コカコーラ片手にね、寝転んでおります。まあ、この時気持ちよかったですよ。気持ち悪さマックスでしたけど、この時ね。はい、次の日の朝です。チキチキチキチッと。はい、さっきご飯ばっかりで申し訳ないんですけども、朝ご飯です。これ結構豪華ですよね。で、値段がこれね、650円とかなんですよね。安くない？朝ごはん食べてしばらくすると見えてきました。これが小笠原諸島の北の方です。そう、小笠原諸島はね、父島と母島だけじゃなくて、他にも無人島とかね、あと硫黄島みたいな一般人が立ち入れない島とかね、結構いろいろあるんですよ。で、海見たらね、めちゃくちゃ青いんですよね。これがボニンブルーって言うんですけども、また後で説明します。ボニンブルーを眺めたら見えてきました。これがチチ島です。小笠原諸島で一番でかい島です。日本人のほとんどが行くことなく死んでいきます。だって学生時代に行かなかったらもう行くチャンスないんじゃないですか。老後とか行くのも結構しんどいでしょ。はぁ、頑張ったわ。まあ、船酔いまでは行かないんですけど、ちょっとしんどい感じ。まあ、でもまあまあまあ、ね、寝たら平気だしね、大丈夫でしたよ。で、長さも大阪から九州に行くフェリー、すごい何回も乗ってますけども、それよりもうちょっと長いぐらいの感じですね。体感としては実際そうじゃないんですけど。で、こんな感じでね、各ペンションとかホテルとかがお迎えに来てるんですけど、ドスコイの泊まってるところないよなって今見てます。多分ないと思う。何の連絡もそういうのなかったからね。あ、この時ね、本当はドスコイが予約してたホテル、ドスコイにメッセージをなんか2通ぐらい送ってたみたいなんですけどね、予約サイトがなんかおかしくてね、そのメッセージが届いてなかったんですよ。だから本当はホテルの人来てたんですけども、この時会うことができませんでした。だから皆さん、コメント欄にちょっと書いておきますけども、某予約サイトでね、予約しないでくださいね、ドスコイがこれから泊まるホテルね。で、ドスコイはどっちにしても撮影しながら自力でホテルまで行きたかったので、別に迎えはいらなかったので別に問題はなかったんですけどね。はい、で、これが港でね、二見港って言うんですけども、で、向こうにドスコイが今乗ってきた小笠原丸が止まってますけどね。で、そのすぐ近くにこう地図があったのでちょっと説明します。で、この小笠原丸はね、こう父島、小笠原で一番でかい島ですけども、それのここに着きます。これ南北、北向こうだから、まあ、ほぼ北が上の地図ですね。ここに着くんですけども、それのまあ拡大図がこれですけどね。で、降りて、で、こっちに行くとね、これが小笠原で一番でかい集落です。小笠原村役場もあるしね、あと小笠原郵便局とか警察、あと図書館とか公民館とかね、もあるそうですよ。で、この小笠原はね、この全体の小笠原には約30の東京都の公共機関があるそうでね、この東京都小笠原市長とかね、他にもいろいろあるんですけども、そのまあ公務員の仕事ですよね、がこの島の全体の仕事の約4分の1を占めるそうです。まあ、それぐらい仕事がないってことですよね。あ、で、言うの忘れたんですけども、小笠原唯一の診療所、まあ、病院ですよね、もうこの辺りにあります。で、その診療所はね、やっぱこの島、普通離島ってね、そんなに立派な医療設備はないんですけども、やっぱこの小笠原は本土まで24時間かかるので、船でね24時間かかるので、この規模の離島にしてはかなり立派な医療設備が整っているそうです。で、ちなみにアマゾンも一応利用できてね、一応注文できるんですけども、届くのはやっぱり1週間後だそうです。やっぱこの小笠原までに乗ってくるんでしょうね。で、ちょっとこの一番でかい集落、大村行ってみましょうか。こっちね。おー、南国南国してるね。あ、もっといい地図あった。そう、さっきの地図ね、南北逆転してるんですよね。父島ってね、まあ、こういう形をしててね。で、船が着くのは
ここで、で、ここが一番大きな集落。で、そのこっち側にもね、ちょっと集落というか、こっちはなんか漁港って感じでね、結構会社とかがあったりするのかな、まあ、家もあるみたいなんですけども、まあ、こことここは大体栄えてますね。で、こっからちょっとずーっと行くとね、ここ何もないんですけども、この辺りにね、荻浦っていうね、ところがあるんですけども、ここに来るとちょっとここね、ホテルとか、ペンションとかが並んでたりします。で、ドスコイがホテル取ったのは、ここからさらにずーっと行った、この辺です。めっちゃ遠い。この今いるところ、この港から歩いたら1時間半かかります。でもね、まあ、バスがあるからね、バスでまあなんとか行こうと思ってるんですけども、1時間おきぐらいしかバスがないです。はい、ってことで着きました。港からもう2分ぐらいしか歩いてないけども、多分ここが大村集落の一番賑やかなところのはずです。こっちはね、なんかグアバうどんって書いてあるこういうお店とか、あとハレっていうお店とかね、まあ、向こうもなんかいろいろあるし、ここ多分一番、まあ、賑やかですね。で、これね、BITC 小笠原生協、そう、これがこの町のこの小笠原の一番の、まあ、スーパーというか、あの買い物できるところですね。で、その向かい側にね、ちょっと見えてないけども、あのね、小祝スーパー、小祝さんっていうね、まあ、スーパーもあの向かい合ってあるんですよね。だからこっちに ないものはこっちで見てみるみたいなことができるそうです。で、この中はね、まあ、ちょっと撮影はしないですけども、いろんなものが売ってるんですけどね、やっぱちょっと高めになってるんですよね。やっぱりその運送費がかかってね、ただ尋常じゃなく高いっていうわけではないそうです。今見てきたんですけども、そんなに高くはなかったですよ。コカ・コーラ 500ml の、 あのペットボトルが175円、まあちょっと高いのかな、ちょっとすごい、あんまスーパー行かないから分かんないんですけど、いつもまんまが行くからね、すいません、ちょっと分かんなくてね。で、あとカップヌードル、普通のね、日清カップヌードルが265円でしたよ。まあそんなもんじゃない、ちょっとまんまに聞いとくわ、高いかどうか電話して聞くわ。あと本土から送られてくるもの以外にも、この小笠原近海で取れた、近くで取れたお魚ですよね、が安く売ってたりとかはするそうです。ここで売ってるって言ったかな、スーパー小祝さんって読むのかわかんないですけども。で、この島の面白いところはね、先住民族が白人なんですよ。そう、1800年代の一番最初の頃はね、白人と、あとハワイから来た人々と、あとこの辺のマーシャル諸島かな、の島から来た人々が住んでてね、日本語なんか話されてないし、日本人もいないし、そもそも日本じゃなかったんです。でもその後1876年に日本の本土から船がやってきてね、ここは日本ですってね、まあ、その人たちが宣言したんですよね。それからここは日本になりました。で、八丈島からね、たくさん人が移り住んできて、日本語と英語が混在する世界になったんですよ、この島は。面白いですよね。で、その後もう70年間英語と日本語が混在する世界が続いたんですけども、その後戦争が始まってね、一旦この小笠原は日本語が強い世界になったんですよ。英語は敵国語だから使っちゃダメって言われてね。ただその時も一応英語教育をしている時代もあったとかなかったとか、ちょっといろいろ書いてありましたね。で、戦後はここアメリカの統治下に置かれるので、今度は英語だけの世界になるんですよ。だからこの島は数十年ごとに英語の世界になったり日本語の世界になったりとかを繰り返すんですよね。そんな島他にあります？で、1968年にね、日本に返還された後は再び日本語と英語が混在する世界に戻ってね、で、今は日本語だけの世界になってます。まあ簡単に説明するとこんな感じです。ただこの島はね、いろいろ複雑でね、いろんな種類の島民がいてね、旧島民、新島民、あと欧米系とかね、いろんな境遇の人がいるんですよ。だから人によって、あとどの時代からこの島に住み始めたかによっても言語事情がね、変わってくるんですよ。面白いですよね。そう、そういう歴史があるからね、この島では英語と日本語が混ざったような小笠原方言っていうのが話されててね、例えばミーは今からスクール行くからなんちゃらみたいな、なんかのルー大芝弁みたいなのとか、あとまたね、さよならっていう時にまた見るねって、それ See you again の直訳ですよ、日本語訳ね、になってたりとかね、そういうのがあるそうです。面白いですね。ただ若い人はもうあんま喋らないらしいんですけど、それね、あ、この小笠原方言は年配の人ももうほとんど話さないそうです。もしかしたら欧米系の住民は話す人もいるかもしれないですけどね。で、この道はさっきのメインストリートのね、隣の道なんですけども、一本入ったとこなんですけども、そこにもね、こうやってね、お店が結構並んでるんですよね。でもそこを曲がるとさすがにもう
普通の住宅地にはなってますけども、うん、でもねメインストリートだけじゃないんですよ。結構この町でかいですよ。少なくとも集落っていうレベルは超えてますよね。町ですよね。でこの動画ね題名に日本でかすぎって入れてると思うんですけども、日本はね国土はそんなに広い国ではないんですけども、領海あと排他的経済水域はめちゃくちゃでかくてね、世界で第6番目にでかい国なんですよ。でそのでかい領海のうちの3分の1が小笠原村に属してるそうです。で普段その領海の広さを感じることってないと思うんですけども、小笠原に来るとねそれをめっちゃ感じるんですよね。だって24時間船に乗ってもまだ日本なんだから。でこの島にはね村営バス、さっきも言いましたけども村営バスがあってね、これです、これがバスです。で1時間に1ポンぐらいかなあるって感じです、うん、でも結構これでね遠くまで行けるんですよ。さっきも言いましたけども、この島は端から端まで歩いたら、まあ、2時間弱とかかかるのでね、バスはやっぱ必要です。あのバイクとか借りなかったらね。でその横にあるのはこれ小笠原郵便局です。これ東京都の郵便局ですからね。でさっきも言いましたけども、こういう感じで東京都の関連施設、あ、まあこの郵便局は民営化されたのか、まあ、違うけども、あっちにねあれ村役場だと思うんですけども、そういうまあ都の関連施設が30ぐらいあってね、でそこで働く人はみんな島民、昔からこの島です生まれ育った人ってわけではなくてね、東京都の本土から送られてくるというか派遣されてくるというか配属された人々も結構いてね、でその人とあとその家族も結構まあ本土からいっぱい引っ越ししてきてね、結構この島の島民は出身は本土って人は結構いるそうです。でさっき歩いた中心部って言った道がそこの一夜向こうの道と、あともう一個手前の道なんですけども、そこをちょっと曲がったところにあるのが今ちょっと歩いてきましたけども、これね観光庁街ですね。これが小笠原総合庁舎で、あれが東京都小笠原庁舎かな。でこれが小笠原警察です。でさっき見せた郵便局ですね。でその向こうにあるのが小笠原の村役場です。全部ここに集まってますね。だからこの一角だけで島の仕事の4分の1が多分あるっていうことなんじゃないかな。他にもあるかもしれないけど、あと気象庁の何かがあるって書いてありましたけどね。ちょっと村役場見に行きましょうか。はい、これが小笠原の村役場です。どうなのかな、この規模の離島で2000人の自治体としてはでかい建物なのかな。一応東京都のね一番お金を持っている都道府県の村役場にはなるのでね、一応まあこの裏にも建物あるんですけども、まあ、これがでかいのかそうでもないのかちょっとドスコイには判断できません。でねこの横にこれいろいろ書いてあるんですけども、だいたいこういうのってね東京とかニューヨークとかねなんかロンドンとか書いてあるんですけども、ここに書いてあるのはグアムとパラオです。いいね、いい地名が書いてあるね。そう、この小笠原はねどすこい勝手に日本の本土よりもグアムの方が近いって勝手に思ってたんですけども、そうではなくてね意外とグアムよりも日本の本土の方が近いです。日本とグアムのちょうど真ん中ぐらいにはあるんですけども、で小笠原って日本列島、日本地図を中心に見るとなんでそのとこ日本なのって思うんですけども、もうちょっと引いてみるとね、あ、そこだったら確かに日本でもおかしくないなって位置には一応あるんですよ。だから他の島はもっともっと遠いところにあるんですよね。グアムとかパラオとかね。で、これがさっき見せた一番賑やかな通りですよね。で、この奥というか一個向こうにさらにもう一個道があってね。そこにもまあお店は並んでるんですけども、まあここまでの華やかさはないです。でもお店は並んでます。で、こっち向くと、これね、この通りが観光庁街ですね。だから分かれてるんですよね。観光庁、行政の中心と商業の中心がね、しっかり分かれてる。ちゃんと都市計画を経て作られた街って感じがして。いいね。いや、味わい深い。こういう感じだったんだ。小笠原の中心ってね。で、ここが、もう実質、日本で一番果てにある自治体の中心部ですからね、これ。まあ、だから地図で見るとね。まあ、ここで小笠原丸降りて、で、ずっとこっち行くでしょ。で、この通り、そのままこの通りがもう中心部です。一番賑やかな商業の中心ですね。で、その隣、これね、一本入ったこの道、もうちょっとお店が並んでる。で、この道ですよね。これが観光庁街っていうことです。で、まだもうちょっとこっち続いてるな。ちょっとこっち見に行こうか。まあこの村役場より向こうはさすがにもう中心部って感じではないですね。ただこの村役場の建物ね、これ今左に見えているのが、今これね、ま、真正面に見えてきているのが、さっき向こうから見た村役場の奥にも建物あるって言ったでしょ。その建物ですけども結構でかいですよね。2000人ぐらいの規模の村でこの建物はでかいんじゃないですか。ちょっとどすこい分かんないですけども。で、あと空港の話なんですけどね、まあこの村がね一番最果てなのは空港がないからっていうのが大きいんですけども、その空港は一応ね東京都は作る方向には動いては
いるそうです。ただなかなか難しいのと、あとこの島民自体もね、空港を作るのにあんまり乗り気じゃない人が意外といてね、まあ空港を作っちゃったらいっぱい人が来てね、この雰囲気壊れちゃいますよね。船で24時間かけないと来れない、それがいいんじゃないかっていうのも確かに気持ちはわかります。この島の環境に惚れ込んで移住した人ほどそう思うでしょうね。あとこっち側のエリアにはガソリンスタンドがあります。ここともう一個あるみたいですね、父島には。ってことで今このね、小笠原丸を降りて左の方に行ったんですけども、次はその逆、右側に行ってみましょう。そう、逆側にはね、小笠原唯一の診療所、病院があったりとか、あと都営住宅もあります。ワクワクしますね。待ちきれないわ。さあ行くぞ。すいません、観光地ね、全然紹介しなくて、この動画ね、観光情報を求めてちょっと開いてしまった方、すいません、別の動画行ってください。他のチャンネルでね、結構小笠原の動画出してる人いるので、そこではもう観光情報をメインにみんなね、扱ってると思うので、ドドスコイはその中でもね、一応旅系の中でも、街を紹介するチャンネルなんですよ。すいません。ちょっと今から、診療所と都営住宅、紹介します。自動販売機も、まあ、こんなもんですよね。そんな高くないですよ。まあ、これはちょっと高いか。150円。どうかな。昔だったらね、こういうの100円とか、こういうのでも120円とかだったけど、今だったらこんなもんですよね。メロンクリームソーダ150円。ちょっと高いかな。うん。そう、ここね、ペリーも来てるんですよね。ペリーの、これま、記念碑来たっていうね、記念碑なんですけども、この辺りね、クジラがめっちゃ取れてね、捕鯨するのにすごくいい場所にある島なんですよ。だからいろんな国が、この小笠原を狙ってて、イギリスとか、あとアメリカも来たのかな。でもその中でね、日本が貸し取りました。いろいろあってね。まあ、ちょっと詳しくはね、まあ、ここにも書いてあると思うんですけども、まあまあまあネットでもいろいろ書いてあるのでちょっと調べてみてください。この島が日本になるまではちょっといろいろあったんですよ。で、診療所と都営住宅紹介する前にちょっと買い出ししました。ここね、中心部から離れると本当食料に困ったりするんですよね。これ、リッチバター、ポテトチップスね。何かの時にポテトチップスって便利ですよね。お腹膨れますからね。あとこれね、アセロラドリンク買いました。あと日焼け止めも買ったんですけども、値段が、ポテトチップスね、リッチバター、山吉のね、ポテトチップスが155円。まあそんなもんですよね。アセロラドリンクが175円、そんなもんだと思うな。日焼け止めも945円、それぐらいすると思うけどね。まあこれだけ買っときました。はい、で診療所の近くまで来たんですけども、あれがその建物だと思うんですけど、その手前にね、これ水ストア。そう、この小笠原は、この父島はね、スーパーが2つしかないってよく言われたりするんですけども、さっき紹介したのしかないって言われるんですけども、実はね、他にもまだあってね、まあ、この水ストアさんもそのうちの1つです。ただ、やってるこれ、なんか、ああ、店主のケニーさんが、9月18日から11月5日まで、留守、内地、だから東京の方に行ってるのかな。だから今空いてないそうです。ただ、なんか電話したら一応、なんか買うことはできるみたいなことは書いてありますね。とか、ケニーさん、先住民族の子孫の方かな、ちょっとわかんないけども、いいねケニーさん。で、まあ、この隣ですよね、向こうにね、診療所があるんですよ、小笠原唯一の。あ、でその水ストアさんはこの民宿もやられてるんですね。タウンハウス水やられてるみたいです。で、それがこの建物はそれですね。で、その横、これね、これが診療所なんですよ。村唯一ですよ。はい、ってことで前まで来ました。これが小笠原唯一の診療所、小笠原村診療所でーす。で、さっきも言いましたけども、この規模の離島の割には、この設備がね、めちゃくちゃ整ってて、結構、まあ大きな病気でも見てもらえるそうです。で、まあもしちょっとここでは見れないような大きな病気になってしまったら、自衛隊のヘリで、本土まで、ドクターヘリですね。で、移送されるそうです。で、左を向くとそびえ立つのが、都営住宅です。味わい深いね。いや、ここだけ見たら多摩地区って言われても分かんなくないですか？結構団地団地団地って感じでいいですね。で、この都営住宅は、島民が優先で入れるようになっててね、本土の人が小笠原に移住しようと思ってね、この都営住宅住みたいですって言っても住めないそうです。というか、この都営住宅に限らず、この小笠原諸島はね、ほとんど不動産に空きがないらしくて、たまに空きが出ても、もうすぐに島民で埋まっちゃってね、本土から移住するのはかなりハードルが高いそうですよ。だからこの小笠原諸島に本土から
が移住したいっていう人は、まず寮がついてる住み込みで働くような仕事をこの島で見つけて、でこの島で働きつつ、まあ、人脈を広げてね、この島の人と仲良くなって、で不動産の空きが出たらそこに、まあ、入れてもらうというか、分け与えてもらうというかね、っていう感じで家を確保するっていう人が多いそうです。てかそれしか方法がないのかな。他は例えば東京都で職員になって、でこの小笠原に配属されてっていう形で家をもらう、都からもらうとか、そういう方法しか多分ないんじゃないですかね。なかなか皆さん小笠原にね移住したいなって思った人もいるか知らないけど、いるでしょね。そういう方もね、ちょっと考え直した方がいいです。かなりハードル高いです。やっぱりここ常夏なのでね、まあ、沖縄みたいな気候なので移住したいっていう人も多いみたいで、海も綺麗だしね、うん、だから人気があるのかな。なかなか住むのは難しいです。であとね、暖かいっていう話で言うとね、年末年始もね、この島はすごい大繁忙期になるらしくてね、みんな暖かい年末年始を過ごしたいからここに来てね、で花火大会とかもねやるらしいですよ、この島で。いやいいね。いや参加したいけど高いだろうな、いろんなものがねなんか鉄の扉みたいなのが3つ並んでますけど、なんか怖いなこれ。なんかあるんですかね。なんかお祭りかなんかのなんか閉まったのかな。なんか今パッと急にこれ現れてるんで、ちょっとびっくりして、何これ。でその繁忙期を超えた1月19日かなから3週間ドスコイが乗ってきたあの船はドック期間、点検期間に入ってね、3週間、1月19日か2月の9日までだったかな、3週間この島から船が全く出なくなるそうです。その3週間がね、小笠原諸島が一番静かになる3週間だそうです。まあ、逆に言うとその3週間以外は結構毎週ね人がやってきて、結構この島は賑やかなんですね、意外とね。一応ここ辺境の島なんですけども、観光客はねいっぱい来るんですよ。ホエールウォッチングとかね、いろいろまあアクティビティができるんですよね。まあ、今回ですこれそれしないんですけどはい。でさっき言ったね、もう一個集落があるって言ったじゃないですか、大村集落がね。今そこに船が泊まってるね、あれがドスコに乗ってきた船ですけども、あの船の向こうに大村集落っていう父島で一番でかい集落があるんですけども、そこから海を挟んだこっち側にももう一個あります。ここはどっちかっていうとね、漁港みたいでね、そのなんか漁港ねあるでしょ。でそれに関連する施設が結構建ってるっぽいです。であとね、東京電力の拠点みたいなのもありますね。でそのこっち側には都営住宅がまた建ってますね。これも入るのが難しい、よそ者には絶対入れない都営住宅です。ってことで第二の集落を歩きます。また都営住宅がありますね。この都営住宅いっぱい作ったらいいのにね、そしたらもっといっぱいみんな移住できるのにね。でパパイヤマートっていうスーパーもあります。でその横には農業協同組合もありますね。漁港の近くに農業組合ですか。で歩いていくと戸建てが建っててね、この戸建てもよそ者にはもう手が届かない夢の小笠原一軒家ですね。でまたこれもアパートみたいな感じでね、で右の方もこれ一軒家ですかね。いいなぁ、めちゃくちゃ欲しくなってきたわ。でもうちょっと歩くとちょっと会社っぽいのが見えてきますね。なんか建築事務所とかなんかそういう感じに見えますけども、でこれ右に曲がると漁港方面ですね。でこの左の方はねちょっと空き地ですけどね。でこれ漁港ですけども、右の方にね立ち入り禁止って書いてあるんですよ。だからちょっとこれ以上は行かないことにしますけども、ほらね立ち入り禁止って書いてるでしょ。だからまあここから移すだけにしておきます。まあこっちの道は入ってもいいのかもしれないけども、でまあ今の地図で見ると、まあこのさっきのねこれが中心部ですけども、大村っていうね小笠原の父島で一番でかい集落ですけども、そっからビューっと来てね、でここに小笠原の診療所がありました。でここに都営住宅があってね、でこうビューっと来てここですよね。ね、こっから、ここね、ここに、まあ、この大村集落に次ぐ大きめの集落があります。で、ここ今、ピューってこれだけ歩いた感じですね。で、この辺りなんか、立ち入り禁止か、まあ、わかんないけど、書いてあったから行かなかったけども、まあまあまあ、ちょっと会社みたいなのありましたよね。あと家が並んでましたね。まあ、戸建てね。そう、戸建て、小笠原諸島で戸建て住むって多分、もう無理なんじゃないですか、その、よそ者は。小笠原で新築一戸建てとか多分無理でしょう。ちなみに、こう、製氷海岸って言うんですけども、その辺にあるんですけどね。これなんかここでね、昔氷を作ったそうです。だから製氷海岸って言うんだって。まあ、小笠原父島の比較的大きな集落はまあ、これだけかな。あとまあ、さっきも言ったように、この先にちょこっとあるんですけどね。で、どうすかそっからサハラに離れたところに宿を取ってます。さあ、頑張っていくぞ。ああ、もうすぐバス来るみたいだから乗るわ。ここね、これバス停です。こういうね、三つ路線があってね。で、そのうち二つはもうほんと中心部ちょっと回るだけで、で、どうすか乗るのはこれ。これね、めっちゃ遠くまで行くんですよ。これがね、1時間に1本ぐらいあるんですよね。で、今ドスコイいうのは、ここですからね、
で、ドスコイが泊まってるの、泊まる予定なの、ここですか？だいぶ遠いですよ。大人200円。で、時刻表、これです。でもしよかったらこの QR コードで出てくるらしいので、見てくださいね。で、ドスコイ乗るのはこれ1時43分。で、今1時40分ぐらいかな。で、このバス面白くてね、この区間の中ではちゃんとこういうバス停の中でしか乗り降りできないんですけども、それを出てね、なんかこの辺りかな、なんかこの辺りまで来るともうどこでも降りていいんですよ。こう降りますって言って、はい、じゃあここでみたいな。一応バス停は一応あるんですけど、こうなんかあるみたいなんですけど、別にここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいし。で、ドスコイはバス停がない、ここで降りないといけないんですよね。だから手挙げてここで降りますっていう感じですね。これね、書いてあるでしょ。乗降自由区間、危険な場所以外は降りていいって、自由に。聞いたー、小湊海岸駅。おー、時刻通りに来ましたね。あ、シャンティーバンガローってところ行くんですけども、小湊、はい、バス停がないんですよ。あ、そうですよね。なのでなんかその辺りで、はい、あ、分かりました、ありがとうございます。次は境海岸、10分ぐらい走るとさっき言った第3の集落ですよね、の近くに来ました。なんか建物見えたでしょ。あれ、小笠原で唯一のやや大規模なホテルだと思うんですけどね。で、ここには扇浦海岸っていうのもあります。で、そこからもうちょっと走っていくとね、またこうやってね、ちょっと宿泊施設がいっぱい並んでるような一角があってね、ちょっとこの辺は別荘みたいなホテルというか宿泊施設があるイメージですね。じゃあこの辺りで。あ、この辺りでおりますか。はい、はい、はい、シャンティーバンガロー、ドスコイが泊まるところの最寄りのバス停がないところで降ろしてもらいました。面白いね、離島って感じするね。なんかもう一人女の子降りたけど、この向こうにねあるんですよ。てかなんかここも異国感あっていいね。やっぱり東京都が整備してるからか綺麗ですよね。はい、見えてきました。これが今日泊まるシャンティーバンガローです。結構奥の方まであるみたいなんですけどね。なんかこの辺かな。すごいとこだな。小笠原の中でもさらに結構山の奥っていうか、宿泊施設はこんな感じ。なんかジャングルの中に泊まってるようなね、すごい雰囲気でしたよ。ただね、さっきも言ったんですけども、宿泊サイトがおかしくてね、どすこい個室取ったのにドミトリーを予約したことになってたんですよね。だから皆さん気をつけてくださいね。このお宿自体はすごくいいので、で、このクーラーがね、100円で180分動くっていう謎のシステムでね、外雨も降ってるしね、ちょっとつけます。おお、動いた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 。このシステムは今までいろんなところで、いろんな海外のところでも泊まってるけど初めてだな。はい、ってことで晩ご飯食べにもう一回バスに乗って中心部に向かいます。ドスコイ普段から中心部からわざわざ遠いところに宿を取ってね、でそこに通うってことをするんですけども、小笠原でもそれができるとは思いませんでした。で、ご飯食べようと思うんですけど、亀のね料理が食べれるみたいなのでちょっと食べたいんですけど、6時オープンが多いんだなぁ。で、終バスがね、6時10分なんですよ。絶対無理なんですよ、6時オープンのところは。どうしよっかな。明日だったらどうにかなるんですけど、自転車借りるからね。で、一生懸命探したら見つけました。このチャラさんは5時から空いてるんですよ。都合がいい。で、5時になったのでもう一回来ました。さあ、亀料理食べるぞ。はい、まず亀の刺身です。まあ、見た感じ普通の赤身の肉に見えますけどね。で、これ食べても普通の赤身の肉というか、クジラを思い出しましたけどね。で、島寿司、サワラって言ってた、サワラの島寿司です。あと亀のレバ刺し、これは本当にここでしか食べれないんじゃないですか。まず亀を取って食べてもいいとされてる地域はめちゃくちゃ少ないそうです。まあ、この小笠原、昔から歴史的にウミガメは貴重なタンパク源として食べられてきたという歴史があるのでね、まあ、だから許可されてるんでしょうね。で、お味は美味しいんですけど、これを食べるためだけにもう一回小笠原に来たいなってとこまではいかないかな。で、これ亀のレバーですけども、まあお味は魚の肝の部分食べてる感じかな。これもまあでも美味しかったですよ。で、店内こんな感じでね、バーって感じでおしゃれでしょ。そう、小笠原普通にこういうおしゃれなお店あるんですよ。単なる田舎じゃないんですよ。こういうテーブル席もあります、ここのお店ね。いやー、美味しかったわ。この亀料理ね、皆さん食べてくださいね。うん、この亀料理って名物があるのいいですよね。それを目がけてというか、それを目当てに来ようと思いますもんね。うん、美味しかったわ。うん、レバーはなんか魚のなんか肝かなっていう感じはしたけどね。うん、全部美味しかったですよ、全部。島寿司一番美味しかった。でも、
今スーパー行ったらめっちゃ混んでたわ。今日ちょうどこの船がね着いて、でその日の夜ですからね、だから荷物がいっぱいここに運ばれてきて、でいっぱい買い物する日なんでしょうね。めっちゃレジ並んでますよ。はい、晩ご飯も食べたのでバスに乗って宿に帰りますって言いたいところなんですけども、その宿よりもうちょっと先に行ったところにね、小湊海岸っていう日本一星空が綺麗に見える海岸があるらしいので、そこにちょっと行ってみます。はい、ってことで着きました。小湊海岸です。これ見えないけどバス停ここにあるんですよ。これ東京都最南端のバス停だそうですよ。まあそりゃそうですよね、母島にはバス停ないですからね。でこれを振り返ると真っ暗、ほんと何も見えない。すごいな、バス行ったら月の明かりしかないもんな。誰も見に来てないのかな。ここ一応日本で一番星が綺麗な海らしいんですけどね、海岸らしいんですけどね。で撮影しようと思ったんですけど、やっぱり何も撮れないんですよね、真っ暗だから。でこうやって iPhone でライトで照らしてね、前に進んでいってるんですけども、でこうやって地図が浮かび上がってくるんですけど、まあこういう海岸ですよね、何にも見えないんですよね。じゃあなんで来たのって感じなんですけれども、まあ遊びに来ました。撮影だけがね人生じゃないのでね、だから来ました。ちょっと心霊動画みたいになってるんですけども、ちょっと iPad の光で映してるんですけども、ここね、あの大村集落、一番でかい集落からね一番遠いところにあるんですよ。まあもっとこの先にもジョンビーチとことかもあるんですけども、バスで来れる一番遠いところなんですよ、車とかでね。だからなかなかみんな来ないんですよ、ここまでね。だから誰もいない。だから星がね見えないけど、星が一番、日本で一番綺麗なとこって言われてるんですよ。ちょっとドスコイも変なテンションになってますけども、ここ一人で来ない方がいいです。やっぱり暗くてね、結構怖かったです。皆さん誰かと一緒に行ってくださいね。はい、で、ホテル帰ってきました。このホテルまでの道も真っ暗でね、結構怖かったですよ。はい、で、次の日の朝になりました。はい、で、部屋を変えてもらいました。個室です。そうドスコイ、これに泊まりたかったんですよ。ほんとここ雰囲気ドンキーコングの世界ですよ。で窓の外を見るとほらね、ドンキーコングでしょ。でジャングルの中って感じでね、めちゃくちゃいい。ここでまたバスに乗って中心部に向かいます。そうドスコイの好きなね、旅先でわざわざ通勤するっていうのもできるしね、ここ最高です。はい、でお昼ご飯はこれ、メカジキの刺身定食です。これめっちゃ美味しかった。いやーメカジキ美味しかったわ。今日のメカジキ当たりだったらしくてね、もう全部取るみたいな味しましたよ。はい、でここで自転車借ります。今日はちょっと観光行こうかな。あ、でこの船降りてすぐ横にあるこのトンネルね、これあのスーツさんの動画に出てきたんですけど、ちょっとスーツさんの動画ちょっと拝見させてもらったんですけども、これなんかね物資を運ぶために昔作ったトンネルだそうですよ。あ、物資もそうなんですけども、このトンネルはね、昔この小笠原は隣の浜とかにね、近くに行くにもぐるーって回っていかなきゃいけなかったみたいなんですよね。その、まあ、近道ですよね。としても作ったと。で、今このね、戦争を予期しての戦略的要素も含まれていた。まあこれがまあまあ、その物資を運んだりとかそういうことでしょうね。で、あとね、空襲の時に、こうトンネルの中でこう逃げ込んだってここに書いてありますね。まあそういう防空壕的な役割も果たしたっていうことですね。すごいですよ。これ車入ってこれないですからね。不思議ですよ。これあんまりないと思うんですよね。本土とかにね。てかめちゃくちゃ多いですよね。これ iPhone のカメラでどれぐらい伝わってるかわかんないですけども、今これ肉眼で見るとめちゃくちゃ多いです。空と海の境目がどこかはさすがにわかるけど、でもそう言いたくなるぐらい、海と空の色が同じです。で、これね、昨日撮った漁港があるところですよね。で、ここのね、この方向にずっと行って山登っていくと、長崎なんとかって展望台があるんですよね。そこ行きましょうか。そこ結構まあ、メジャーな観光地みたいなので。はぁ、当たり前だけど、めっちゃ坂だわ。そりゃそうですよね。展望台行くんですからね。まあ、この自転車はね、明日、朝ね、船が早いんですよ。母島に行く船がね。そのためにこれ、レンタルしました。そう。で、母島でもちょっとまあ、乗れたらなと思ってね。気持ちいいね、レンタサイクル島でね、まあ押してるけどもうずっとこれからも押し続けるけども、あ、着いたこれね、今ドスコイいるのはここはね、小笠原の一番中心ね、大村集落で、でさっき言ったこう2個目のね、第二の集落で、そっから こっちですよね、ピューって行ったここです。でこれ結構山道です。まあ見たらわかると思うんですけど、長崎展望台ですねがこの先にあります。で景色がいい、おー、いきなり海がドーン見えてるよ。うーわー、また海と空の境目がわからないわ。まあ、わかるけど。で、ここはね、こっち側は、その、父島
小笠原諸島の父島の東海岸になるんですよね。で、東海岸は多分ちょっとすごい詳しく調べてないけども、断崖絶壁ばっかりなんですよ。そう。で、もともとこの小笠原諸島は断崖絶壁ばっかりで、開拓するのにすごく苦労したそうです。だから、さっきから見てる中心部のね、向こうに大村集落ありましたけども、あれ多分めっちゃ作るの大変だったんだと思いますよ。で、このね、海。こっからずーっと何千キロ行っても、ずーっと海ですから。もう絶海の孤島ですからね。だから基本的にこの辺りの地域は海なわけですよ。ね。で、この、今いるこの島の辺りだけ陸があるわけですよね。人間はね、船に乗って日本の本土に行ってね。で、飛行機に乗ってアメリカだの、ユーラシア大陸だの行けるけども、その他の生き物はもうこっから出れないですよね。ずーっと海なんだから。で、この小笠原諸島はね、今ある一度も大陸と接続したことがないそうです。だから大陸と陸続きになったことが。ないんですよね。だから固有種がいっぱいいます。この島にしかいない生き物とか植物とか、これがそうなのかわかりませんが、そういう大陸にはない植物がいっぱいいるわけですよね。はい、着きました。ここが長崎展望台ですね。まあ、さっきとほぼ同じ景色ですね。さっき長崎展望台じゃないところから撮ってたんですけど、同じですね。ああ、なんか集落が見えるのかと思ったわ。大村集落とかが見えるとこなのかなって勝手に思ってた。そんなわけないですよね。逆側ですからね。なんかまださらに上あるみたいなんで、ちょっと行ってみます。で、その横にもすでに、ほら、いい感じの街並みが。はあ、これが長崎なのかな。これ前、もっと前まで行けたでしょ。でも誰か落ちちゃったでしょ。まあ、知らんけど。ちょ、ここに向こう行けないんですけど。ちょっと景色見えにくいけども、まあ、あれがね、大村集落ですね。さっきです。何度も言って申し訳ないですけども、小笠原最大の集落が、これですね。で、横にね、ヘリポートあるでしょ？ちょっと拡大しますよ。そう、この小笠原には一つだけ診療所があるって言いましたけども、そこで見れないレベルの結構重症な病気の場合は、あのヘリポートから自衛隊のヘリで一旦硫黄島に送られて、で、そこから本土に行くそうです。つまり、この島で重病になると、一時的でも硫黄島に一応行けるってことなんですよね。いや、そういう理由で行きたくないけど。でもまあ、硫黄島に一般人が行く唯一の、それは手段っちゃ手段ですよね。はい。で、さっきの第二の集落、漁港があったところから、まあ、この道沿いにね、どれぐらい来たかな？ 10 分ぐらい自転車で来たかな？これ。酒浦海岸でーす。で、ここの特徴はね、まあ、これ綺麗な海なんですけども、まあ、沖縄に負けないですよね。綺麗な海なんですけども、これね、これ。沈没船。戦時中になんか攻撃を受けて沈没したそうです。急に観光地になるとね、ちょっと解像度下がっちゃって申し訳ないんですけども、それ以上ちょっと調べてないんですよ。でも皆さんもね、正直言ってね、沈没船っての見たらね、戦時中に攻撃を受けて沈没した以上の情報いらないでしょ。正直言って8割以上の人はね、いらないと思います。ね、ちょっと旅系 YouTuber らしからのことを言いますけども、正直ですけども旅系 YouTuber じゃないと思ってますんで、まあでもとりあえず見に行きましょう。来年、下降りれますので、下降りていって見に行きましょう。うん。どんな沈没船なんでしょう。うわぁ、めっちゃいいとこだ。ちょっと舐めてたわ。ここめっちゃいいとこだわ。このなんかバリ島を彷彿とさせるこの屋根のこの何建物に木がバーって生えてね。この綺麗な海、圧倒的綺麗なブルーの海。いやぁ。で、あそこに沈没船ね。なんかこういう細長い石ころみたいなやついっぱい落ちてるんですけど、カッパエビ船みたいな。これ本土で見ないと思うんですけど、これも固有種なのかな。これあんまないと思うんですけどね。で、沈没船について結局いろいろ調べてみたんですけども、さっきちょっと舐めたこと言いましたけどね、結局調べました。で、調べたらね、小笠原諸島の近海にはこれ以外にもなんかもう20個も30個もなんかいっぱいね、沈没船があるらしくてね、あれは見えてますけどね、陸から見えてますけども、もっと下の方、あの深海の方にね、ダイビングとかしてるといっぱいね、レックっていうらしいんですよ。この沈没船のことをあのダイビングの世界レックっていうらしいんですけども、レックがいっぱいあってね。で、なんでそんないっぱい沈没船があるかっていうと、あの、ね、70年前にね、この父島はね、めちゃくちゃ軍事化されて父島要塞って名前になってたんですけど、名前っていうか父島要塞って呼ばれるようになってたんですけども、それをなんかアメリカ軍がね、バーって攻撃したらしいんですよ。その時にいっぱい船がね、沈没させられて、で、まあそのまんまになってると、今も、うん、で、これだけ沈没船がいっぱい、ね、眠ってる海の中に眠ってるところっていうのは日本でこの小笠原だけだそうです。そういうちょっとね、悲しい歴史があるんですね。
はい、ってことで到着しました。今向こう側に見えてる町が大村ね、第一の都市、第二の都市というかなんですけども、そっかちょっと離れたところにここね、扇浦海岸って言うんですけども、まあ、この辺り扇浦っていうのかな、ここがねちょっとだけ町というか町まで行かないですけど、あのホテルがねちょっと立ってでしょ、ホテルがあって、ホテルホライズンっていうねホテルが立ってて、でこっちをちょっと振り向くと、まあ、ちょっと公園が整備されててね、で向こうにあのあれシュライン、あれシュラインって日本語で何だった、お寺の入り口がありますけど、あそこにねあの小笠原無人島発見の日っていうのがあるんですよね。それ行ってみましょうか。おー、小笠原神社って書いてある。なかなか来れないですよここ。小笠原の中でもバスとか自転車とか、まあ、なんか何らか乗り物に乗ってこないと、歩いたらここまで1時間かかりますよ、港から。見て、小笠原バナナ、今はバナナないらしいんですけども、今はね台湾バナナっていうのがいっぱいね日本に来てるんですけども、それが来る前、台湾バナナがまだ輸入とかされる前はね、小笠原バナナが日本本土ではねあの主流だったそうですよ。はい、着きました。これが小笠原開拓の日です。すごいな、ほとんど消えてる。めちゃくちゃ古いんですよ。これ明治10年に東京の本土で作られて、で、ここまで運んできたそうですよ。で、ここにね、いっぱい漢字が書いてあるんですけども、当時の日本語ですよね。で、書いてあるんですけど、ちょっと見えないな。見える?一応ね、止めて、ちょっと気になる人読んでくださいね。解読してくださいね、これ。これ当時の小笠原でこういう風に開拓して、こういう風にします、みたいなね。政策、小笠原開拓を推進する政府の政策が述べられてるそうでね。じゃあ、あと江戸幕府による調査団のこととかにも触れて、いろいろ触れてるらしいですよ、この文章は。ちょっと読めないけども。でね、この裏にね、まだいろいろあってね、これ、日本碑。昨日とすっごいこの小笠原の歴史をね、ちょっと説明しましたけども、その日本がここは日本ですって宣言した後にね、その八丈島からね、農民30名が、父島に、来たんですよね。移住させたんですよね。うち8名はね、子供だったらしいんですけども、その8人の子供に、幕府役員のね、役員の、原又義って読むのかなっていう人がね、日本語を教えたらしいんですよね。で、その使った時の筆を供養するために、この絵が建てられたと。で、建てられた時が、文久2年あったり、1800年代ですよね。ものすごい昔に、これは建てられたそうで、そんな昔に書かれた、日本兵の文字です。いやー、ひらがな、そんな昔から、あるんですね。いや、それはまあ、常識なんですけど、学校で習うと思うんですけど、昔からね、やっぱ本当にあるんですね。で、これもなんかいろいろあります。ちょっと読んどいてください、これ。いや、この日めっちゃ重要な石碑だったわ。これね、小笠原諸島が日本の領土であることを示すために建てられた石碑。だそうです。おー、それは味わい深いね。でね、その1862年にね、まあ、幕府はね、90人ぐらいの人たちを船に乗せてね、小笠原に派遣して開拓に当たらせたそうです。だからその90人の人が、ドーンとこれ立ててね、よっしゃ、ここは日本だって言って、で、こっからどんどん町を作っていくぞっていうところから、この島は始まったのです。で、最終的に中心部はこっからだいぶ離れた大村になったのです。はい、まあ、以上かな、観光地は。普通だったらもっといろいろね、海を見に行ったりとかダイビングしたりいろいろするんですけども、ジョンなんとかビーチとかいろいろあるんですけども、まだ少しはちょっとこれね、一番興味あるところ今行けたので、もう満足です。皆さんも満足でしょ。特にこれが味わい深かった。そう、ここは日本の領土であるっていうのを示すために建てられた日ですよね。あ、境内撮るの忘れてたわ。これが小笠原神社の境内です。あれ、ちょっと待って。無人島発見の日って書いてあ、これが見たかったんだ。そう、一番重要なやつ忘れてた。あ、よかった。ここまで来てよかった。無人島発見の日ですよ。小笠原諸島ってね、小笠原なんとかっていう人が見つけたっていう話があるんですけど、それなんか嘘らしいんですけど、今これ読んでみたんですけども、やっぱり小笠原なんとかって人が見つけたっていう風にここには書いてあるな。でもね、この説は明確に否定されてるそうですよ。で、この小笠原神社からちょっと行ったところにこういう一角があってね、これがさっきから言ってる第3の集落ですよね。で、ここ何がすごいかっていうとね、自動販売機があるんですよ。この小笠原は中心部からちょっと離れるとね、自動販売機ってほぼないんですよね。なのにここには2つもあるんですよ。これバカにしてるんじゃなくて、そういうもんなんですよね。で、これ開けると中にも自動販売機で食べ物を売ってるんですよ。いや、まさかこんな充実してるとは思わなかったわ。さすがにここはお店はないと思ってたからね。見て、カニくん生きてる。これ生きてるよな。これは小笠原だけの種なのかな。わかる人コメント欄で教えてください。これ生きてるね。
お、めっちゃ動いた、めっちゃ動いた、ほら。ちょっとこういうの苦手な人は目閉じてご覧ください。カニくん、ちょっとどこかいじめてないですからね。カニくん遊ぼうよ、カニくん。カニくん、ちょっと、もうちょっと、アプリ閉じて、カニくん。かわいいね。カニくん。後ずさりしちゃって。カニくん。ちょちょちょ、カニくん、何もしないから。なんかカニくん、カニくん、ちょっと、ちょ、怖いか、怖いか、やっぱ。何もしないって。あ、そうだ、ウェザーステーション忘れてたわ。あ、そう、夕日がよく見えるウェザーステーションね。ちょ、今から、急いで行くわ。今4時半、今4時10分ぐらいなんですよね。早く、夕日が、落ちてくる。あ、で、夕日見に行く途中なんですけども、もう、沈みそうなんですけども、ここね、大村集落の一番大きな集落の中に、これ、キリスト教の教会かな？教会があります。これも日本じゃないことないけど、まあ、少ないですよね。で、その斜め前ぐらいにね、さっき、ちょっとさっきっていうか、昨日ちょっと言ったけど、コスモ石油があるんですけど、その向こうにある建物あるでしょ？これがね、気象庁の建物です。これね、父島気象観測所。そう、この島にある東京都の公的機関の一つですよね。30公的機関があるって言いましたけども、その一つです。ここ結構重要なのかな？気象観測する上で。まあ、ここだけ日本での中でだいぶ違うところですからね。まあ、一応オセアニアですからね。で、このこっち側にね、右側に自衛隊があるんですけども、まあ、一応それは映さないでおくわ。まあ、その自衛隊も結構重要なんでしょうね。チキチキチキチタン。あ、着いた。思ったのの2倍ぐらいしんどかった。結構も登ってきますね。まあ、帰りは楽だけど、自転車でね、ピューって行くだけだから。で、これ、ウェザーステーションでーす。はい、見に行きましょう、夕日。はあ、で、この小笠原ね、山の方にも山を切り開いて作った住宅地みたいなのがね、あるんですよ。これだけ見たら、島って思えなくないですか？東京の郊外のね、駅からちょっと離れたところとかにもこういうのありそうですよね。このマンション味わい深いね。で、これ逆向くとこうですよ。この向こうに中心、大村集落があるんですよ。で、これ官庁街がすぐそこなんですけども、その裏に、学校があるわ。これ小学校と中学校かな。一応ね、高校まであったはず、この父島には。で、さらにこの向こうには、都立大学の小笠原研究施設みたいなのもありましたよ。はい、でまた亀料理食べにこちらの店来ました。もう中心部から遠いところに泊まるとね、もうこのお店ぐらいしか選択肢がないんじゃないかな。で、このお店すごくいいのでね。で、亀の煮込み。そう、今日は煮込みです。これもう完全にね、もつ煮込みの味でしたよ。うん、言われなかったもつ煮込みだと思うと思うわ。でもね、見た目がね、これ亀って言われなかったら分かんないですよね、ほんと。もつ煮込みだ、もつ煮込みもつ煮込み亀のアヒージョ、うわー、ちょっとバゲットちょっとなんか崩れちゃったけど、タンパク質があるものなので、コラーゲンとかある感じなのかな、なんかそういうものな感じがする、その煮込みも。まあこれももつのアヒージョって感じに美味しかったですよ。まあ亀料理は以上です。すごいですよね。ほんと亀に見えない。で、晩ご飯も食べ終わったので、自転車を漕いでバスに乗らずに、自転車で宿に戻りました。で、次の日の朝のね、船が早いんですよ。で、朝、バスがないんですよね。だから自転車を借りました。で、明日、母島に行くんですけども、それはすいません。次回にさせてください。次回にこの動画続きます。で、この小笠原に住んでる方、父島に詳しい方とかね、もしこんな面白い話あるよっていうのがあったら、コメント欄で教えてください。さようなら。で、あと小笠原に詳しくない人でも、なんか適当に、まあとかせーとか適当に書いてくれてもいいし、あとマクド食べたいわーとかね、あとスパゲッティ声も本当美味しいですよねとか、もう何でもいいので適当に書いてくださいね。ん？自由に使ってください。さようなら。明日の天気予報とか書いてくれてもいいですよ。